今週の TGM4.0 のポッドキャストを聞いてくれているニッチーズニュースジャンキーの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆さん今何してますか？僕はですね、今朝の8時半にですね、このポッドキャスト専用のイントロをですねレコーディングしているんですけれども、今週はですねいろいろ話しましたよ。今週はですね天気予報の話も話すことにしました。なんか天気ってやっぱ大事じゃないですか。なんでちょっと毎週できればなるべく天気のお話なんかもできたらいいなって思っています。月曜日すごかったですよね。ちょっとこれポッドキャストと関係ないんですけど、まあとりあえず雨すごかったなっていうのは先に言っておきたくて、あとはですねいろんな話しましたよ。舛添さんとかね、舛添さん今大変ですけどね、舛添さんの話もしましたし、仕事のこう転職の見つけ方なんていう話もしたので、あとねタクシーの初乗り料金とかね、まあ、そんな感じのニュースの、お話もありますし、まあ、ちょっと僕が登山をやるっていう、本当に、個人的な話もしていますので、皆さん、ニッチーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、最後まで今週の TGM4.0 ポッドキャストをお楽しみください。それでは、スタートです。皆さんやってきました、今週の TGM4.0。 皆さん今週はいかがお過ごしでございましたでしょうか？どうでしたか？僕はですね1週間すごい早かった、すごい早かったです。皆さんどうですか？早く感じましたか？今週1週間僕はですねもう本当に早かったんですけど、早速いきます。まずはですね今ですねこれ Facebook のライブで、ラジオ番組やってるんですけど、僕がですね今何を被っているかというと、これはですねポッドキャストだと分かんないんですけど、僕ですね今ですね登山キャップをかぶってるんですよ。ちょっと次元っぽくやりますけど、こんな感じでね。これなんで買ったかっていうとですね、実はですね来月で登山するんですよ。で今まで富士山に登っていたんですけど、5年間ぐらい合計で5年間ぐらい登ってるんですけど、そろそろやっぱりこう登山部を作りたいっていう思いがあるんですよ。でですね最近ほんと1年ぐらい前から一緒にマラソンをやっているめちゃめちゃスポーティーな中村さんっていうすげえいいやつがいるんですけど、で彼とこう1年前からマラソンをやっていて、そろそろマラソン以外のことをしたいねと。で、まあ、特に今最近ね梅雨の時期になりましたよね。どうですか、皆さんの住んでいるところは雨降っていますか？東京は今日大丈夫でしたよ。でその梅雨の時期に梅雨の時期に登山するっていうのもおかしいんですけど、まあとにかく夏の時期にマラソンをするとやっぱりこう良くないんですよ。僕もですね去年やマラソンやってみたんですけど、夏の時期に、まあ、ちょっとお酒飲んでたっていうのもあるんですけど、やっぱりね良くないです。危ないんですよ。で本当1回ちょっとこう走っててもうちょっとやばくなったんですよ。これはもうこれ以上走ったらやばいなっていうところで倒れそうになっちゃったんですけど、まあそういうのがあってランニング部としては僕らね、でそのランニング部何やってるかっていうと、毎月朝8時ぐらいに永田町に集まって走るんですよ、10キロ。ただ夏の時期はちょっとやっぱりその危ないんで、まあ年齢とか体力的なところもあったりして、今回はですね5キロにしたんですけど、普段は10キロ走ります。でそういうマラソンのランニング部を今後も続けていきたいっていうことで、まあただ続けていく部分でその夏の危ない時期を何をやろうっていう話をしてて、まあたまたま僕はですねコロンビアっていうアウトドア、ウェアの元販売員だったので、すいません、今ですねいいですか、またまた今週も一杯飲ませてください。今週はですねこんなビール、なんかアメリカのビールなんですけど、これはですねアメリカのビールで スチームっていうビールがあるらしいんですよ。で僕最近分かったのがピルスナーっていうビール、皆さん知ってます？ピルスナーっていうビールってよくその日本の札幌とか、この音いいですよきっと、よく取れるはず、あ全然微妙、まあこう日本のビールって大体ピルスナーっていうのが多いらしいんですよ。なんか合うみたいで、大体日本にあるその札幌朝日、とかっていうのはそれに向け日本人に合うようにってか、もともとそうらしいんですけどね、それに作られたところのビールの味みたいです。ただこれはですね
あのスチームっていうビールらしいんですよ。新しい、なんか珍しいらしくて、僕最近気づいたのが、あのいろんな話をしていくとゆうやさんとか特にそうなんですけど、ペールエールっていうビールがうまいな。そうペール、そうマサロさんいいっすね。ペールエールっていう、そうか、あ高島さん乾杯で、ペールエールっていうビールが最近ちょっとうまいなっていうのに気づき出して、あとはスタウト、スタウトっていうのもいいんですよ。黄金比のビールだってです。これスチールがそうなんですか。なんでいただきます。うん、なんかスチームっていうと、あうまっ、あうまっ、甘っ、甘いですね。めちゃくちゃ甘いです。ちょっとこう女性の方とか飲みやすそうな気がします。でもこれ系はなんかちょっとこうペールエールに似てるような気がするんですけど、あとはスタートもいいです。まあビールの話を置いといて、でですね、そうで、ランニング部の話、マラソン部の話に戻りましょうよ。でまあ、やってると、で僕じゃあ登山やってたから一緒にやろうっていうことで、今回はですね、別のラベシも、ラベシちょっと来月忙しいから、登山部のメンバーで山を登りに行こうっていう話を今してて、ごめんなさい今ちょっと音が取れてるか心配、あ取れてるよかった。今回はマジ1時間かっつりバシッと終わらせるんで行きますよ。で来月ですね、7月の半ばぐらいに山を登りに行こうっていう、で僕はですね5年間毎年富士山に登ってるんですけど、それが5年目ぐらいなんで、もうそろそろ飽きたと、もう富士山の場所はいいよと、次のところに行きたい、次の次元に行きたい、次のステップに行きたいということで、登山部を結成して、今回はですね、北八ヶ岳っていう長野の山に来月は攻めに行くっていうことで、ものすごい景色いいんですよ。でやっぱね、登山してると思うんですけど、景色がいいところの方が僕は個人的に言うと面白いんですよ。それこそ昔くしゃみを100回するっていう動画を作ったことがあるんですけど、超大昔です。 YouTube 始めて、まだあの時は YouTube がピュアだったなっていう時期だったんですけど、でその時にですね、僕はわざわざ屋久島まで行ってくしゃみをするっていう動画を作ったんですよ。バカじゃないですか今考えると。で、まあ、とにかく行ったんですよ、屋久島に行って。でその屋久島が、その割あれ確かもののけ姫のそのジブリのやつのイメージらしいんですよね。ですごい良かったんですよ、緑がたくさんあって、マイナスイオンっつうんですか、めっちゃあれっすね、マジ良かったんですよ、本当に良くて。でそこに行けたっていう思い出があって、未だにこうやっぱり登山っていうとちょっとこう緑がたくさんあって、風景がところどころ歩いていくたびにこう景色がたくさん変わっていって、空気もすごいうまいっていうのがきっと僕は登山の醍醐味なんじゃないかなっていうふうに勝手に思ってるんですけどね。まあでも冬山とかさあるじゃないですか、雪山とかっていうのも、まあ、将来もし僕の勝手な思いなんですけど、もしね、もしこの登山部がみんながじゃあもっとこう、いやもう俺らマジ登山やばいっしょみたいな、で重装やばくねとか、もうキャンプやばいじゃんとか、もう2泊3泊行っちゃおうぜとかっていう時になったら、きっと雪山とかいいんじゃねえかなっていうふうに思ってるんですけど、僕も雪山体験したことがないので、まだまだ先の話です。なんで本当にそれこそ多分10年後とかに雪山に登れたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますけど、でその時になんかこう面白いかなっていうふうに思うのが、その時にじゃあもしニッチーズの皆さんがこの雪山を登るなんかこの様子を Facebook ライブとかで、なんか例えばですけどね、ポッドキャストでもいいですけど、でそれをこう聞きながら一緒にこう登ってるぜみたいなのが、若干栗木さんっぽくはなるけど、僕はあまり今は彼はのことはちょっと尊敬できないんですけど、できたらいいんじゃないかなっていうふうには思います。なんで、まあ、本当にゆくゆくです。そのテクノロジーと登山が続けられたらいいなっていうふうには思うんですけどね。ということで早速今週の TJM4.0 いきましょう。皆さんこんにちは、あこんばんはですね、ニッチーズの皆さん、今週いかがでしたでございましょうか。びっくりですよね、雨ですよ、もう梅雨入っちゃいましたよ。ちょっとね話したいことがあるんですけど、TJM4.0
まあ、いろんなニュースの話しますけど、これはですね、何をやってるかっていうと、僕がですね、今週あった出来事を自分なりに、あ、これ話したら面白いんじゃないかなっていうことを、まあ、自分の視点でこうかいつまんでいくラジオ&ポッドキャスト番組なんですけど、天気の話したくないですか？だってラジオ番組とかってするじゃないですか。僕はします。僕は気になりますよ。皆さんはどうですか？ということで、勝手に独断と偏見で来週の1週間の天気をちょっと話したいと思います。勝手に。まずはですね、沖縄はですね、雨残念九州行きます。九州はですね、雨のち晴れみたいですね。鹿児島は雨のち曇りです。高知県、雨のち晴れ。広島、曇りのち晴れ。大阪、雨のち曇り。金沢、雨のち曇り。名古屋、雨のち曇り。東京、だいたいね、あの上に上がってくるとだいたい雨のち曇りですね。で、平均気温で言うと、まあ、25度以上になってます。一番暑いホットなところはですね、沖縄29度、広島29度、札幌はまあ涼しいですね。札幌は20度です。月曜日、火曜日、これ1日ごとに行きますか。火曜日晴れますよ。うわ、めっちゃ晴れる。沖縄がですね、雨のち曇りなんですけど、あ、その他なぜか、なぜかですね、仙台だけ、東北の仙台だけ、雨のち曇りですね。あとはだいたい晴れです。晴れ、マックス晴れ。どこが一番暑いホットかというとですね、名古屋です。名古屋31度だって。もう夏ですよ。完全夏ですよ。15日、翌日水曜日、水曜日は、九州とか九州、中国、四国地方が、晴れというか雨ですね。天気悪いです。東北らへんが、ごめんなさいね、ざっくりで、東北関東が、曇りですね。あんま天気良くないですね。ただ大阪やばいですよ、30度、晴れのち曇り。まあ全体的に天気は良くないかな。木曜日、全部雨、ほとんど雨。ただ、釧路は、北海道の方は、そこだけですね、なぜか曇りのち晴れだって。あとは全部曇りのち雨です。ちなみに気温、平均気温だいたい25度以上です。北海道は、札幌はですね、19度ですということです。次行きましょう。金曜日、花金はですね、あ、天気悪いな。だいたい曇り、ざっくり言いますけど、だいたい曇りです。東京が一番ホットな、あ、違う、沖縄です。沖縄はですね、32度。次にですね、東京31度。ムシッとしますよね。曇りの日って一番嫌じゃないですか。イラッとしますよね。次、土曜日、来週の土曜日はですね、大まかに言うと、すごくざっくり言います、すいません、あの時間の都合上、だいたい曇り、だいたい曇りですね。だいたい、これいいのかな、これやっちゃって、こういうこと。ただ、気温がね、暑いんですよ。ですね、大阪31度、東京31度、沖縄32度、金沢大体30度超えてますね。東北に行くに従って気温を落ちていくんですけど、新潟27度、仙台29度、札幌20度、釧路16度。釧路寒い、まだ長袖いけちゃうみたいなね。来週の日曜日の話をしましょう。早いけど、大体そうですね、まあ、ざっくり言うと、まあ、曇りですね。曇りです。ただ釧路、やっぱ釧路はいいところついてるな。16度ですって別にディスってわけじゃないんですけど、でも寒いですね。だいたい天気はですね、やっぱあの梅雨ですよ。梅雨に入っちゃったんだなね。梅雨早いなっていうことで、まあ、そんな、梅雨の話もしていきたいんですけど、いい話をしましょう。全然あの天気の話からざっくり変わるんですけど、来週のですね、6月16日に、皆さん、あれ使えますか？ Bluetooth っていう機能あるんですけど、僕結構使えます。それこそ、僕 Bluetooth っていうのを使うんですけど、これとか。あ、わっあとは、Wi-Fi を共有するためのテザリングっていうんですか、テザリングのこう Bluetooth とかをこう使ったりするんですけど、で、そのテザリングっていうのを使うとあれなんですよ、結構電波の消費量も激しいし、で通信のその範囲っていうのも結構少ないんですよ。
で今回なんと Bluetooth、 今まで Bluetooth がバージョン 4.2 らしいんですけど、今回最新バージョンとなる、Bluetooth 5 ですって。だから TGM 今 4.0 ですけど、その1個先ですよ、先の時代を行ったのが Bluetooth 5 らしいです。でこれはなんで、あのちょっと若干ね、あのリーク記事っぽいんですけど、そのどっか外部からこうなんかこういうことがありましてやっちゃいましたよみたいな。そう、あ、そう、マウスとかね、イヤホン、 Bluetooth のイヤホンかっこいいですよね。で、あの Bluetooth 5 が出るっていうことらしいんで、これはですね、Bluetooth SIG で、エグゼクティブディレクターを務めるマーク・パウエルさんがですね、同僚に送ったらしいんですよ、そのメールを。今後こうなるよとっていうのがリークされて、どのぐらいじゃあ実際今までのじゃあね、あの Bluetooth から使ってるその 4.2 から5になったらよくなるんだっていうと、これはびっくりします。通信速度が、4倍で、これは、省電力モード、省エネモードの時に4倍ですって。で通信範囲がなんと今までの2倍ですって。距離伸びますよ、たくさん伸びますよ。で、最後にですね、他にも位置関係情報やナビゲーションのようなコネクション型サービス向け、よくわかんないですけど、だからなんかいろいろできるんじゃないですかってことで、まあ速度速くなるっていうことですよ。びっくり、素晴らしいですよ。多分おそらくなんですけど、僕の感覚な、帽子が邪魔だな、僕の感覚で言うんですけど、あ、この帽子買った理由はあれですよ、登山行くからですよ。で、あのおそらくなんですけど、あのその Bluetooth の話をしてましたよね。してましたよね。今、ごめんなさい。ちょっと帽子の話で飛んじゃいました。じゃあ次行きましょう。ごめんなさい。すいません。次はですね。あ、そう、ごめんなさい。戻ります。おそらくなんですけど、この TGM4.0 ポッドキャスト、もしくは Facebook ライブ聞いてくださってる皆さん自体が、まあ、ニッチなんですよ。っていうことは、わりかし、Bluetooth 使う人の、Bluetooth 自体が多分ニッチな市場だと僕は勝手に思ってるんですけど、多分ね、結構使ってる割合多いんじゃないかなっていうふうに勝手に思ってるんですよ。なので、ちょっと今皆さんに聞きたいのが、ニッチズの皆さん、今聞いてくださってるあなた、そこのあなた、使えます ?Bluetooth。コメントお願いします。3、2、1。はい、どうぞ。待ってますよ。じゃあ次いきますけどね、勝手に。ニッチーズの皆さんに、ニッチーズですよ。ニッチな話好きじゃないですか。で、僕ニッチな人好きだし、ニッチな市場大好き。ニッチな、今これからニッチじゃなくなる場所って今さ、って場所って今皆さんどこか知ってますか？キューバ。キューバはこれからニッチじゃなくなってくる場所なんですよ。なんでかっていうと、アメリカと仲良くなりますから。で、これから、ね、キューバはね、まあ、今回の話、あのポッドキャストのテーマは結構いい話なんで、まあ、ざくっときますけど、ニッチーズの皆さんに朗報です。めちゃめちゃ、ニッチーズの皆さんきっとですね、ニッチな仕事大好きだと思うんですよ。僕も好きです。てか今これをやってる時点で、あの僕もですね、で、その、まあ会社作ったりとかっていう仕事をしたり、今僕の仕事もそうですけど、結構ニッチな方だと思うんですよ。ただ言いますよ。キューバは負けてないですよ。で、キューバのニッチなビジネスって何なんだろうっていうふうに、思うんですよ。だってあんな場所って言ったら失礼ですけど、あの場所でどういうニッチなビジネスが行われているかっていうと、これは面白いですよ。キューバ在住の、リアン・マレオさんですかね。で、彼がキューバに住んでいるんですけど、今彼がどんな仕事をしているかっていうとですね、彼はですね、パスポートあるじゃないですか、の写真を撮影する仕事をしているんですけど、彼の仕事今すごい人気なんですって。で、なんでか、なぜ、じゃあそのたくさんあるじゃないですか、きっとそのパスポートの写真を撮影する場所って、その中でなんで人気なんだってかっていうと、その秘密はですね、写真に撮るじゃないですか、写真を。で、撮った写真にただただスーツを合成するっていうサービスが今すごい、まあ、ニッチな市場なんですけど、キューバで人気なんですね。
これ若干思うんですけど、これ犯罪なんじゃないかなって思うんですよ。思いませんか？僕はちょっと思うんですけど、なんかいいらしいですよ、キューバだった。いやでもこれそれこそ映画のワンシーンでありますけど、なんかこれ、まあ、そういうことやってるけど、まあ、それでビジネスになっちゃうんですよ。びっくりですよね。普段やっぱりそのスーツを着る機会がキューバの人たちはないらしいんですって。だからそのまあそもそもそじゃあ写真撮りますっていう風になった時にわざわざカノンめんどくさいじゃないですか。だから今成り立ってるらしい。超ニッチやばくないですか。ニッチといえばあれですよ皆さん、CD とか MD とか死んじゃいました。まあ、CD はまだギリギリ生きてますね。カセットテープは死にました。ただ皆さん、レコードってあるじゃないですか。レコードの売り上げが今増えてるみたいですよ。これはですね、日本レコード協会によると、2015年のレコード国内の、日本の国内の生産は、去年のに比べると73% も増えたんですって。びっくり。11億7500万円。で、これはですね2010年の 6.9 倍に達した。なんでかっていうと2008年にですね、アメリカでレコードがいいっていうことでそこからイベントが始まってきて、でそれが日本に来たっていうことなんですけど、ね、これはいいですよね。で今レコードの人たちきっと忙しいんじゃないですか。こう現場の人たちはもう明日までに何枚作んないと寝れないよみたいな、忙しいと思いますけど。次はですね、経済の話をちょっとしましょう。びっくりするのがあのですね、皆さんなんか多分ね、あの僕が YouTube をやってる、まあ、今もやっていますけど、あの結構やっぱその経済に関する話も割とこう、まあ僕は経済に自体はすごい弱いんですけど、これ面白い話があって、前に動画作ったんですけど、その世界の何パーセントの人たちが富を占めているっていうことについて話したんですけど、今回ですね新しくそれが更新されて、今回ですね、世界人口の 1% たったの 1% が、全体の富のほぼ半分を所有しているということで、これはですね、世界の私有財産に関するアメリカボストンコンサルティンググループ長えなグループ、BCG、このですね報告書によると、世界の約1850万世帯が少なくとも日本円でいうと約1億700万円の相当の資産を有して、これ合計で、約すごいですよ8400兆に。でこの数字、この8400兆っていうのが、世界の年間経済産出量とほぼ同期っていうことで、だからこの8400兆っていうのが、その経済の動いてる部分、8400兆そのお金持ちの人たちが持ってるね、で別の人たちが持ってるたくさんの大勢で、その他 99% が持ってるのが8400兆ですって。これはすごいですね、びっくり。でなんかこの今格差がどんどん大きくなってくるらしいですね。こんなに違うんだってちょっと思って驚きました。でですね、次いきます。まあ、そんなあの経済の格差ありますけれども、最近今週あったことで面白い話があるんですけど、ベーシックインカムって皆さん知っていますかね。最低生活保障、要は月々これだけあったら生きられるっていうのがベーシックインカムなんですけど、で、スイスがですね、6月の5日に国民投票したんですよ。全員の住民に対して、無条件で毎月そのベーシックインカムをもらえることについて、ちょっとそういうのを行動を起こそうっていうのをスイスをやったらしいんですよ。で、これはですね、実はなんか記事で結構そのスイスがやったとかっていう話が多いんですけど、ただ、これはですね、実はそのベーシックインカムとかその何かをやりたいっていう時は、スイス自体はですね、政府自体は別に国民投票を呼びかけていないんですよ。でスイスのその住んでいる人たちが10万人の有権者の署名を集めれば国民投票を実際にできる、国民発議っていう制度があるんですって。じゃあなんかそういうことあるんですよ、まあ後で話しますけど、誰かがこれをやりたいって思った時にその10万人の人たちが賛同してくれたら、それがじゃあ通るっていうのが
スイスらしいですよ。らしいですよ。で、結論から言うとですね、このですね、残念ながらこのベーシックインカムっていう制度はですね、スイスでは、通らなかったんですよ。なんと約 77% もの有権者がこのベーシックインカムっていう計画に反対したみたいです。で、ちなみに毎月どのぐらいもらえるかっていうと、未成年にはすごいですよ、成人には2500スイスフランで、未成年には、625スイスフランで約6万7000円がもらえるんですって。ただこれをやっちゃうと、要はあれですよ、経済が良くなくなっちゃうというか、やっぱこう日本ね、毎月お金をもらったら、なんか人間でやっぱだらしないじゃないですか、きっとね。だからそれがこうやっぱできなくなっちゃうんじゃないかっていうのが大多数な意見ですって。ただ、これちなみに面白いのが、ね、オランダのユトレヒトっていう場所では2017年の1月だから来年の1月からですよ、からベーシックインカムに関する、試験計画をやるみたいですよ。で、実際オランダはやっちゃうんですよ。で、それやってみてどういうふうに反映していくんだろうっていうやるみたいです。だ、まあ、ちょっと残念ですけど、スイスは今回はでも本当にその投票っていうのがあって決まったんですけど、オランダはやっちゃいますからね。すごいですね。ちょっと楽しみですけど、今後が。北欧といえば、北欧の話をしましょう。北欧ってやっぱりこう、なんて言うんですか、すごいこう、洒落てるとか、1歩、2歩、3歩、4歩、5歩先の世界を行ってるっていうイメージが僕は勝手にあるんですけど、これはすごいですよ。これはですね、仕事についての話なんですけど、日本生産性本部の、が発表した、日本の生産性の動向2015年版っていうのを発表してみたいなんですよ。よくやりますね、こんなの。大変ですけどね。で、日本は、OECD 加盟国34カ国参考し、参加しているんですけど、このうちの中の21で、2005年から21が万年続いているんですって。で、主要先進7カ国の中で最も低いみたいですね。ただノルウェー、北欧はやっぱすごいみたいですよ。北欧の、生産性はなんと、労働生産性はなんと第2位ですって。すごいですね。これはですね、アンケートを行ったんですけど、そのノルウェーの企業さんが約 93.3% がその生産性が高いっていうふうに答えられたらしいんですよ。で、一方日本はどうだったかっていうと、日本は 23.4% ですって。で、これの これが何が違いかっていうと、ノルウェーは自分たちの仕事を自分で考えて仕事を進めていくっていう業務が多かったらしいんですけど、日本はやっぱりそうじゃなくて、やっぱりこうね、まあ上司がいてとか、その縦割り社会で日本は仕事を進めていくからっていうので 23.4% っていう数字みたいですよ。残念ですけどね、本当に残念ですけど、昔でもまあ、ね、どうもっと上がってほしいですけど、そうなったら面白くなるんじゃないですか。で、今回話したいことがあるんですけど、次いきます。仕事に関する話で、僕はですね、まあ、それこそポッドキャストは別に、 Facebook のライブもそうなんですけど、まあ、これは好きだから本当にちょっとやってみたいなっていうことなんですけど、ただ一方では映像を作る仕事とかっていうのは本当に自分の中で天職だなっていうふうに思ったんですよ。だってこれに対して死ぬまで続けたいっていう仕事を探すのって結構難しくないですか？どうですか？だってそれこそ人間界の中である仕事って、人間界って言ったらなんか大丈夫かなとか、まあ、たくさん仕事あるじゃないですか。その中でたった一つの仕事を転職だっていうふうに思える作業って結構難しいと思うんですけど、これすごいいいですよ今回は。今回その転職を見つける方法っていうのを、キャリアガイドサイト、8万アワーズっていうサイトが、転職は実際にじゃあ何を意味するのかっていうのを、解説を出したんですよ。出したんですよ。転職の話をしましょう。転職の。で、その転職の話をすると、で、その転職だっていうふうに思えるその要素
は何なんだっていうのをちょっと今言っていくんですけど、もしこの、合計全部で6個です。この6つがもし、ニッチーズの皆さんが当てはまっていれば、あ、転職マジ仕事大好きっていうのになります。1つ目、フロー状態に入れる仕事に就く。フローってあれですよ、フロー所得とかじゃなくて、こう集中できる、もう本当に何もかも全てを忘れられるような状態に入れる仕事に就いた時点で、あなたの仕事は転職第1個。次はですね、他の人の手助けに、手助けになることを仕事にする。じゃボラン、まあその自分俺私僕だけじゃなくて、まあ、誰かのためになることっていうのが仕事になるのが、一つらしいです。3つ目、得意なことを仕事にする。不得意なことを仕事にしちゃいけないんですよ。だ僕はですね、それこそ数字がマジで嫌いなんですよ。数字っていう漢字も嫌いだし、数字っていう文字も嫌いなんですよ。1,2,3,4,5とかあれも嫌いなんで、できない、今やってるんでもう幸せです。次、4つ目、同僚が協力的であること。これ大事。周りのサポートないと無理ですよ。だって人間は一人で生きていけないですからね。これ大事ですよ。だから周りのね、職場の方がちょっと嫌なやつとかいたら、協力的だったらいいんですけどね、嫌なやつだったらちょっと若干転職には入りづらいんじゃないかなってことで、次いきます。5つ目、仕事によって基本的な欲求が満たされること。これはですね、ちょっと難しいんですけど、記事によると通勤時間の長さ、労働時間の長さ、あとお金の部分でいうと十分な賃金を得られないこと、仕事の不安定さとかっていうことなんで、まあ、仕事本質のその、まあ、条件ですよね。条件が合っているのかいないのか。で、ラストいきます。これいいですよ。プライベートと適合する仕事に就くですって。で、僕、ちょっと言いたいのが、ポッドキャストやってる時点で、音っていう部分の勉強ができるんですよ。あとあと、編集をするときの、こう、音を編集する部分で、今は映像の仕事をするんですけど、映像の仕事って意外と音も大事で、なんでこう好きでやってることがちょっとずつこう仕事になっていくっていう、まあよくあるパターンなんですけどね。まあただ YouTube のなんかあれとは全然違います。あれはもうバーなんでいいらしいですよ。別に YouTube をディスっているわけじゃないんですけど、まあなんか、はい、次いきます。そろそろちょっとね、やっぱジジイニュースいきましょう。まあね、今もジジイニュースしましたけど、大変だよってか、ちょっと都民っぽくなりましたけど、やっぱ江戸川っ子じゃない、違う、僕実家江戸川なんですけど、江戸っ子はこれ言っちゃいますよ。やっぱ舛添さん今週どうだったんだっつって、大変ですよ本当に。いろいろありすぎた、なんかこうストレス的な、ね、部分で言うと、ちょっといろいろ話していきたいんですけど、ちょっとね、今ごめんなさい、メモしたところを一個ずつ言っていきたいです。ちょっとお待ちくださいよ。このぐらいかな。とマウスのカチカチっていう音が聞こえると思うんですけど、ポッドキャストだとぐらいかな。もう一つぐらいあったかな、記事が。一応記事をね、あれなんですよ、ちょっとまとめてお話ししたいなっていう気持ちがあるんで、このぐらいのはず。今30分ですよね。ちょうどいいですね。ちょうどいい時間帯ですね。いろんな僕のテンションも含めて、Facebook の動画が消えない時間帯も含めて、では行きましょう。今回ですね、先週はですね、舛添さんなんかいろいろこう話しましたけど、ですね、今月の、6日の午後、舛添さんがですね来ました。いろいろ発表しました。弁護士による調査終了をについて記者会見をしました。でちょっとまとめましょう。なんか今ちょっとこうテレビもそうなんですけど、こういろいろ騒いでるじゃないですか。舛添さんがなんかもうマジで悪だ、もう何なんだあいつはみたいな感じで話してるんですけど、ちょっと冷静にまとめましょう。彼がどういうことをやったかっていうとですね、
彼はとにかく、まあ、その自分はまあ俺都知事だぜイエーイっていうところに対して、ね、まあ、勝手にその、 あの仕事じゃないのに、まあ、おそらくねじゃないのにそれをまあ私的な部分のお金を使っちゃったっていう。でそこで今騒がれてますよね。じゃあ彼が一体何をやったかっていうことをちょっとザクッとこう紐解いていきたいんですけど、まずは、一つ目、自宅や別荘の近くで飲食費っていう経費を切ったんですよ彼が。よくねみたいな。で、それがですね65件中14件、約33万円が、まあ、勝手なねプライベートな部分の、食事だったみたいですよ。次行きましょう、温泉旅館やリゾートホテルの宿泊費が80万円が家族旅行なんだって。でこれが、ね、で結構まあ問題なんですけど、でオークションなどで購入した美術品、これは全然関係ねえと、政治団体の家賃をファミリー企業に支出、これもまあこの後言っていますけど、書籍の購入、クレヨンしんちゃんね、書の購入、湯河原町で購入した自動車代、公用車での別荘通い、トーチョンズ都知事だったら。で、彼がですねその記者会見で何を言ったかっていうと、これは結構まあ今後残る悪い意味での名言じゃないかなというふうに思うんですけど、違法ではないが不適切、適切だったとは言い難いと彼が言ったんですね。ものすごいグレーっていうか、もう、いや、マジっすかと。で、彼がちょっとじゃあ不適切って言いましたけど、っていうのを主に、2010年から14年の家族同伴での宿泊代6件、約80万円、家族との飲食だったっていう可能性が高いとした2009年から2010年の飲食代14件、約33万円。2011年から2010年に購入した美術品106点ですってが、不適切らしいですよ。106点いくらするんですかね。これね一番多分話題になっていることだと思うんですけど、クレヨンしんちゃんの本を買ったりとか稲妻イレブンの本を買ったり、漫画ですよね買ったっていうのがすごい今騒がれてますよね。で、これはさらに言うと、いやもうこれ完全に違うっしょっていうのがあるんですけど、ピザを焼いてピザの焼き方っていう本を彼買ったんですけど、これを買った理由っていうのが、ピザを焼いて振る舞いながら政治課題について意見を聞いたことがある。わお、ベリーベリーイタリアンですね。ベリーイタリアンですよ。もう出川哲朗さんみたいな感じで言うとベリーベリーイタリアンですよ。洋書や政治書などの購入リストに混じって、野良倉同心食工長シリーズや、ゼロの焦点などの小説も書きました。で、それぞれ、江戸時代の風俗研究のため映画化されたので、支援者との話題作りのためいいんですって。大変超大変で、皆さん覚えていますかね、猪瀬さんがこう俺やります、これは別に辞表じゃないんですけど、やめますっていう風になった時も割と結構似てるらしいですよ。でなんでかっていうと、今ですねその都知事の人たちが、ニュースじゃないですね、ごめんなさい、舛添さんが結構はぶられてきてるらしいんですよ。どんどん、まあ、それそうですよね。だってね、これだけやっておいて議会で話ができないじゃないですか、環境的に。だってどう考えても。でこれで結構やっぱ昔の猪瀬さんとも全く同じ現象らしくて、もういいですよ、あなたはこの話に入らないでくださいと。てか入る資格はありません、当たり前ですよ。民進党の小山議員はですね、都政の未来を語る立場にないと切り捨てた。まあね、いや当たり前、まあ言えないだ。これ彼がじゃあどんだけすごいことを言うでも無理ですよ、確率に。だってもうね、もう無理ですよ。で、野党、気になる野党いきましょう。野党はですね、もう速やかに辞任すべきだとい う, もう野党らしいヤジをバンバン出してると。ただ、この日も舛添さんは、不退転の決意で
信頼回復に向けて仕事に邁進していくんですって。タフですね。辞任を否定した。すごいですね。そうですね。で、今回のですね、あの実際にじゃあそのどういうふうなことをやってたかっていうその様子が、都議会が開設するインターネットのライブ中継でやっていたらしいんですけど、アクセスめっちゃありました。まあ当たり前ですよね。当たり前ですよ。想定がですね1500件だったんですけど、今回なんと3500件もアクセスがあって、一部で中継が見られなくなったらしいですよ。ね、あんまり見たくないですよね。確かに宮崎さんのおっしゃる通りですよ。こう今ね見ちゃうとこうイラッとしますからね。でですね、まあ、ちょっと話していきますけど、でその後にじゃあ舛添さんが何をしたかっていうと、じゃあもう僕悪いこと、まあ、悪いことっていうか、まあ、不適切なことをしましたっていうふうに今言っていますけど、で、まあ、その反省として彼は何をやったかっていうと、もちろんその記者会見とかいろいろやったりはしているんですけど、月額、まあ俺の給料減らしますよと、じゃあよくね、よくねとっていうのに言ったんですけど、それが今提出をしているらしいんですよ。で15日までの会期中に、じゃあその僕の給料下げればいいんでしょ、やればいいんでしょ、それだったら満足でしょっていうのがですね、その金額がですね、彼が今までもらっている金額が条例で月額145万6000円、これをですね彼が、あのもうじゃあもうもらわなきゃいいんでしょ、だったらもう満足でしょ、それを超越できたらいいんでしょっていう部分の逃げに入り出しているっていう、そんなんじゃないですよね。そんなんじゃないですよ。で今後ですね、あの今後の流れを話しましょう。13日と20日にですね、集中審議が行われます。で彼が、まあ、さらにこう何をやったかっていうのをおそらくですね、こうバンバン潰しにかかるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、ボーナスはどうなんでしょうね。え、高島さんめっちゃいいこと言いますね。気になりますね。確かに気になる、確かに気になる、確かに気になる。毎月のはそうだけど、ボーナスどうなんだろう。いいコメントですね。ちょっと今回はですね、 Facebook のこのライブは絶対に残したいんで、なんかコメントたくさんください。やっぱ皆さんからのコメントをいただけると、あのやっぱ来週やるときに楽しいんですよ、読むと。なんか純粋にこう、あこういうコメントして読んでるんですよ。だからちゃんと読んでますよ、安心してください、読んでますよ。お願いします、よろしくお願いします。今これ言うと若干古いかもしれないですけど、僕は言いますよ。だってニッチですもん。まあ、今回ですね、まあ、そのなんで、タイトルを作ったんですよ。毎回迷ってるんですよ。Born to be the wild っていうのは、あの今回ですね、まあ、その天職の見つけ方っていう話をしたくて、で Born to be で生まれながらにしてもワイルドっていうことだから、多分このニッチーズの皆さんは多分みんなワイルドだから、だからそういうことですよ。藤垣さん、いいコメントくれましたね。ステッカーの発表今日いつですか？番組の最後です。だいたいそういうのは番組の最後に持ってきますということで、ご理解お願いします。いい話をしましょう、いい話をしましょう。あ、ちょっとごめんなさい、舛添さんのことでちょっともうちょっと若干ラスト、あの結構みんなねやっぱ嫌ってるんですよ。で、それこそですね、清瀬市の議会で7日にありました、辞職を求める意見書の可決があるんですって。足立区長ではですね、2日に、都民が納得している状況ではない、小金井市の議会では、辞職を、町田市の議会では、疑惑究明を求める決議、墨田区長7日、さらに詳しくやってくれと。はい、東京に本当にこの話ばっかりで、あのもうクソですよ、完全にクソですよ、よくないですよ、ゲス、そう高島さん間違いない、今ですねゲスの話ばっかりですよ、よくないですよ、全然よくない、全然よくない。ただいい話はしたい、東京に送ることで面白い話をしたいということで、ちょっとねいい話をしましょう。ここからはしていきます。まずはですね、タクシー、僕タクシーは全然使わないですよ。なんでかっていうと高い、態度が悪い、態度いい人いますけどね、すごくいい人もいるんですけど、高い、とにかく高い。ちょっと使ったらもう本当にもうお酒飲んで夜家に帰るって言ったら5000円とかいっちゃう、高い、これ高いんじゃないかっていうことで、これいいっすよ。国土交通省は6月4日東京都の23区と武蔵野市、三鷹市の営業区域でタクシーの初乗り運賃をなんと約1キロ410円に下げるらしいです。これ素晴らしい、今まで高かったですからね。だからちょっとこうね、あの
ここからここまで行けたらいいんじゃないかなっていうのがこう割と軽いところで行けるんですよ。これはですね、都民からするとめっちゃいい話だから僕は、まあそうだな、そんな使わないですね。じゃあ次行きましょう。次にいい話まだありますよ。あ、これでもいい話かどうかちょっと分かんないんですけど、まあ東京オリンピックの話は結構 TGM4.0 でもしていきたいんですけど、東京がですね、まあ、これからどん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 オリンピックやりますと、発展していきますと、どん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 新しいものができていきますとあります。ただ舛添さんじゃいいのか悪いのか分かりません。原宿、千駄ヶ谷、信濃町の信濃町か、信濃町の3駅で2020年までに改良工事をするんですって。総額は250円、あ、ごめん、安、めっちゃ安、誰でもできる250億円です。で、これはですね、海外の方が来て、海外の方が来てくれる部分に対して、その、まあ、改札口だったりとか駅のコンコース、コンコースって何ですか分かんないですけど、まあ、とにかく、よくしますと。ただ正直言っていいですか、あの個人的に言うと、まあでもこれ拡張するっていう部分で、まあ駅の看板は変えないでほしいかなっていうのはちょっと個人的なんですよ。あの、なんでかっていうと、原宿の、原宿皆さん行ったことあります？原宿の、駅にある看板って結構もう古いんですよ。めちゃ古くて。で、なんかただあの走り書きな、こうちょっとこう、なんて言うんですかね、アナログチックな部分っていうのがやっぱすごい個人的には好きなんですよ。で、あれを見ると、あ、伝統を感じる、伝統が感じられるなっていうところがあるので、こうできれば個人的なところで言うと、こう昔の部分を残しつつ、今の部分はもうちょっとこう、じゃあそのなんか、それこそ改札口とか、その駅の、僕わかんないですけど、コンコースとかっていうのを、そこだけを変え、拡張しちゃった方がいいのかなっていうふうに思うんですよ。だから、そう、まさにそう。そう、なんかこう、やっぱ昔の部分は、うんのさん、ありがとうございます。なんかこう、あ、コンコース広場っていうんですね。マサルさん、ありがとうございます。あの、なるべく最低限でいいと思います。こう、それ以上やりすぎちゃうと、あの、東京ドームみたいな、あ、東京ドームじゃなくて、あの、あったじゃないですか。オリン、国際競技場、あれになっちゃうんで、ちょっと、大事にしてほしいです。次行きます。あと12分ですね。バンバン飛ばしていきます。小学生のですね、次はですね、面白いですよこれ。皆さんは多分ね、あの小学生じゃないんですけど、小学生の悩みベスト10、これ発表します。これはですね、あのプレジデントオンラインっていうメディアが発表したんですけど、1位いきます。なぜ勉強しなくてはいけないのか。第2位、友達ができない。あ、これ逆から言いますよね普通。まあいいや。第3位、死んだ後どうなるのか。第4位、運動が苦手だ。第5位、人前でうまく話せない。第6位、もっと小遣いが欲しい。第7位、兄弟姉妹と比べられるのが辛い。第8位、ペットの死が悲しい。第9位、朝なかなか起きられない。第9位、綺麗に、もしくはかっこよくなりたいですって。で、これは若干思うのが、あの、まあ第8位のペットの死が悲しいっていうのは変えられないことなんですよ。絶対に変えられないことなんですよ。僕も飼ってた犬が死んだ時はやっぱ悲しかったし、今がそれが二十歳だったな、二十歳っていうか24ぐらいだったんで、これを変えられないです。あとは大体変えられません。あ、これごめんなさい、第3位の死んだとどうなるのかっていうのも変えられないんですけど、あの、気持ちの持ちようじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なぜ勉強しなくてはいけないのか。頑張らないといけないからですよ。ね、お金欲しかったら勉強すんだよっていうところですよ。友達ができない、友達できるようにするしかないっしょ。運動が苦手だ、じゃあ自分で運動うまくするしかないじゃん。人前でうまく話せない。僕も人前でうまく話せなかったです。ただ今こうやってポッドキャストやってます、話せます。もっと小遣いが欲しい、金稼げ、兄弟姉妹と比べられるのが辛いね、辛いけど頑張りましょう。他人事に言いますけれども、そうですよ。朝なかなか起きられない、起きろ。目覚まし5個ぐらいやれや。10位、なりたい、綺麗にかっこよく。あの、意識の問題です、これはきっと、おそらく。だってそういう風な、結局思うんですけど、そういうのって、あ、パオロ参加してますね。パオロ覚えてるから、あの、ちょっと一瞬すいません。あの、パオロ、do you remember me? Kada from San Diego, guy, remember me? I know.That you are from Italy, Martina. I know, yeah. Okay.
So I mean, I'm gonna explain what I'm doing now. So I am doing a Facebook live show, which is I'm talking about what happens in Japan and what I care about the news. So that's the show. So it's about 1 fucking hour. That's a long time, but if you have a time, so now it's English, but it is difficult to understand Japanese for Japanese. So but so now so I'm gonna speak Japanese. So maybe it is difficult to understand for you, but 聞いてください。はい、ではですね、綺麗にかっこよくなりたい。これはですね、まあそれはそうですよ。雰囲気できます。カバーできます。できます。いきます。やります。イエー。バイリンガルな感じですけど、次いきます。スマートハップンですね。ですね、部活動の話をしましょう。最近の部活動の状況はどうなっているのか。これはですね、ベネッセの教育情報サイトがアンケートを取ったらしいんですけど、第1位サッカー、あ、これも逆に最初から言っちゃった。第1位はサッカー、第2位は吹奏楽部、僕吹奏楽部やってました。で、人気のところやってるんですね。第3位、軟式テニス、第4位バスケットボール、第5位野球、第6位陸上で、第7位バレーボール、第8位バドミントン、第9位軽音楽、第10位茶道、第11位その他です。で、野球落ちましたね。確かにマサルさんの言う通り野球落ちたな。サッカーはやっぱ相当人気なんですね。吹奏楽でも上がったっていうのは個人的には嬉しいですよ。男子がそれで増えたらもっと良くなりますよ。なんか多分なんかいろいろな吹奏楽お金かかりますけど、これですね。今週の激アツ野郎言いましょう。今週の激アツ野郎はですね、皆さん知っていますかね。ちょっと話したいんですけど、今週の激アツ野郎はですね、誰かっていうとトーステンハインツさんっていう人がいるんですけど、パオロはもう聞いてないかな。パオロじゃあ帰ってたんならいいけど、まあまたちょっとパオロ、if you listen my Facebook live, please send a message to my private account.Please do that. If you listen. お願いします。で、行きましょう。多分パーロ、あ、OK。あ、まあいいや。メッセージ。いきます。トーステン・ハインツさん。彼は何やってるかっていうと、彼はですね、エクストリームクーポナーっていう、ことやってるんですよ。で、これ何かっていうと、クーポンをエクストリームな形で使う人たちの総称らしいです。アメリカであるらしいんですけど、どれだけ多くの商品をお得に買えるかっていうクーポンさばきの美が問われる世界らしいんですよ。で、たまにあれがあるじゃないですか。世界なんちゃらみたいなやつでやってるんですけど、どれだけそのクーポンを大量に使うかっていうのがあるんですよ。で、彼がなんでかっこいいかっていうと、クーポン もちろん彼は有名なそのエクストリームクーポナーっていうのをやってるんですけど、で、彼買ったものを、何が熱いかっていうと、買ったものを友達にあげるんですよ。すごく。で、しかもこれ0円ただ無料で、なんであげるかっていうと、もうまあ僕のやってることは別にそういうお金儲けじゃなくて、単純にそのクーポンを使えるよっていうことを知ってほしいから、ただそれだけでいいんですよ。で、彼ウェブサイトもやってるらしくて、そういうどうやったらいい感じでクーポン使えるかっていうことやっていて、それすごい結構熱くないですか。あ、うんのさん、丸亀製麺すごいんですか。ちょっとあれ送ってください。あ、ビール飲めないんですよ今、ちょっと興奮しすぎて。でも思うんですよ、やっぱこう何かあったりして、いや、それが趣味だからとか、それが俺のやりたいこととかっていう部分で、じゃあ金なんか別にそんな関係ねえよっていうのが、僕の中での判断基準で言うと、熱い野郎なんですよ。ということで、今日は結構ハイペースで話していきましたけど、今週のおすすめの動画いきましょう。今週おすすめの動画はですね、リンク後で貼りますけど、ジェームズショートフィルムなんですけど、これはいいんですよ。
あのいじめられっ子をテーマにした SF 動画なんですけど、 SF の動画なんですけど、で、僕もまあいじめられっ子だったので、こういじめられっ子の気持ち、ただ反抗したいというか、こう何かこう反撃をしたいという気持ちに対してうまく、あの僕はグッときたんですよ。こう空想の世界っていうか、でそれを、その空想の世界を、あのアニメーション、現実の世界とアニメーションの世界をうまく融合しているっていう作品なんですけど、あのちょっとこれ話し終わったらリンク載せますので、あの時間はですね結構長いんですよ。皆さん耐えられますか？でも皆さんね、ライブも好きだしポッドキャストも好きなんで10分ちょっとあります。ただあの10分ちょっとがすごい短く感じられるので、マジおすすめです、おすすめです。次いきます。動画行ったんで今週おすすめの映画いきましょう。今週おすすめの映画はですね、隣のトトロです。まあまあまあベタ路線いきますけど、なんでかっていうのをちょっと話させてくださいよ。ちょうど昨日ですね、嫁がですね、その前に僕はあのクリードっていう映画見たんですよ。でクリードっていう映画はあのロッキーの一番新しいやつなんですけど、まあそれは今度、まあ、時間があったら話したいんですけど、結構まあ熱い映画なんですけど、やっぱね、今の時代、今の年齢で、今のこのタイミングでトトロを見て、隣のトトロを見てこういいなって思えるのって、結構やっぱり年齢を得てから分かることってたくさんあるんですよ。だからそれこそやっぱりこう隣のトトロでやってる部分で僕はいいなって思えたのが、あの人との付き合い方とか、それこそおじいちゃんおばあちゃん、家族、兄弟とかっていう部分の人間関係だったりとか、なんかそういう部分って今絶対もう失われつつあるから 100% だから、なんか今見るといいんですよ。でなんでかっていうと、来月部ですね、ごめんなさい、僕は8月なんですけど、僕おじいちゃん亡くなっちゃったんで、神戸のあのもう結構、まあ、昔なんですけど、あのおじいちゃんのお墓参りに行く予定で、でなんかやっぱりそこでこう会う人たちのこの見方もやっぱ絶対変わると思うんですよ。今見るとだから、あの日図を皆さんもちょっと時間あったら見てほしいんですよ。あの伝えでもそうだしね、あのどこでも借りられるんで、もう一回見てみてください。でお盆とかね、ああいう時期にの前に、ちょっと前に見てみると、なんかこう良くなる気がします。なんで今週もそんな感じです。でその時代その時に見ること、あそう、坂本さんありがとうございます。そのなんかその時に見るものってその時の状況にもよるんで、やっぱりこう何か違うのかなって僕は思いますけど、なんだろう、あなんかメッセージが来た。でですね、まあ最後行きましょう。最後行きましょう。ですね、明日の朝から聴いてみたい音楽、ちょっとこれあとリンク載せときます。おすすめはですね、今回実はですね、ちゃんとした音楽ちょっと見つけられなかったんですよ、忙しくて。すいません、本当申し訳ないです。あのただおすすめはビルボードホット100で、面白いウェブサイトがあるんですけど、1958年から2016年までのどういうものが流行ったんだろうっていうのを教えてくれるサイトがあるんですよ。で実際にあのそういう時期の、なんていうんですか、そのグラフに対してこういうのが流行りましたよっていうのをライブでやってくれるウェブサイトがあるんですよ。でこれ説明がね、すごいマジで、ごめんなさい、今ポッドキャスト僕もやってて、ライブもやってるんですけど難しいんですけど、あのちょっとリンクに載せますので、ちょっとぜひぜひ聞いてみてください。これはね、いつの世代の人たちも納得できるようなものになっているはずでございます。そう、スタンドバイミーとかね、いいっすよね。スタンドバイミー、僕すいません、映画なんですけど、音楽もオアシスありますから、スタンドバイミーいいんですよ、多分流れるはず。いやー、今週話した、ではですね、今週で一番最後に出かったのが、その今ですね、ステッカー、この TJM の 4.0 Facebook ライブもそうなんですけど、ポッドキャストもそうなんですけど、これをですね、まあ、YouTube では、まあ、置いといて、シェアしてくださった方にステッカーをプレゼントするっていう企画をやっているんですけど、で、今回ですね、今週等の当選者を発表したいと思います。井上匠さん、おめでとうございます。井上匠さん、あなたは、
ステッカーの当選者です。で、僕はですね、実はさっきというか、まあ、午後の5時ぐらいにですね、あの封をちゃんと自分の手書きで書いて、ステッカーをかけて、メッセージを書きました。なんで、井上拓実さん、おめでとうございます。あのですね、一応毎週1週間おきにやっていこうかなというふうに思っていますので、あのなるべく、あの皆さんには全員の手に行き渡るようには絶対しますんで、よろしくお願いします。あのします。っていうか続けないと、続けて、この多分あの Facebook ライブを続けていけば、あの皆さんの手に絶対行き届くっていうはずですよ。計算上そうなりますよね。どうです、僕がじゃあ今30ですけど、で50ぐらいまでこれを、まあ場所もしかしたら変えるかもしれないですけどね、 Facebook じゃないかもしれないし、その時はポッドキャストじゃないかもしれないですけど、活動自体を続けていればきっと皆さんの手にいつか、あ、やっぱ皆さん優しいですね、続くんじゃないかなというふうに思っていますので、今回はですね、井上拓実さん、来週はじゃあ果たして誰なんでしょうかということで、来週もぜひぜひ皆さんを、皆さんお願いします。でですね、あの今週も引き続き、この Facebook ライブ、ポッドキャストを聞いてくれて、友達ニッチーズ、こんなやついたら、こんなやつ聞いてくれたらいいんじゃね、こんなコミュニティ作りたくね、将来はですね、なんかこう、あのオフ会っていうのは僕は、まあ、好きオフ会ではなく、もうちょっと面白い会を作り、コミュニティを作りたいので、あのそのための、あの仲間を今集めています。で僕はそこのコミュニティの管理者っていうことで、あの管理人です。で皆さんはそこに住んでいる人たちなんで、もうちょい、あの、まあ、ゆくゆくちょっと、まあ、増えていけば分かりますよ、きっと。どう、何をやるかとか面白くなりますんで、面白いことしましょう皆さんで。ということで、今回の Facebook ライブのでシェアも皆さんぜひぜひよろしくお願いします。でですね、今回のポッドキャストのシェアも皆さんぜひぜひよろしくお願いします。で今回 Facebook ライブもそうなんですけど、ポッドキャスト、この後のポッドキャストもですね、僕の中では結構頑張って、編集してますので、これ聞いた後にもう一回聞き直していただけると個人的には嬉しいかな。個人的にはなんかこうね、あのがっつり聞くんじゃなくて、あの例えば、あのそれこそお皿を洗いながらとか、朝起きたらとか、あの、まあ、1時間なんで、まあ、ちょっと長いんですけど、何かやりながらっていう時にこうちょろちょろ流していけたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。ニッチな集まり、大野さんやってみてくれないですか。どうなるんだろうって思いませんか。思いませんか。純粋にだってね、ニッチな人たちが集まったらやばくないですか。どんだけニッチな会話できるのかなっていう、僕思うんですけど、僕もそういう人間だから、そういう人間がじゃあ100人1000人1万人集まったら超やばくないですかって思うんで、あのぜひ、いや本当通勤中でいいんですよ。あの宮崎さんはすごいですよ、あの記者で聞いてるんですって、かっこよくないですか。で東京でちょっとメッセージをしたんですけど、あの記者と電車ってやっぱ違うんですよね。あの記者の方がやっぱ絶対かっこいいんですよ。もう今電車の方がもうないっすから。なんでそうなんで、ちょっとまあとにかく何が言いたいかというと、まあもうちょいもっともっとこうね、あのニッチーズ増やしていけたらいい、意味いいやり方ね、いい人たちが増えていったらいいんじゃないかな。で僕もあのまあいろいろいろんな経験踏まえたんで、あのいい風に運営していきますので、管理人として、あの大人なお金の部分とか、なんかその面倒くさい部分は結構勉強したつもりなんで、あのよろしくお願いします、頑張りますんで。で皆さんがシェアしてくれたらニッチーズの人間も増えて、そのコミュニティが良くなるはずなんで、良くしますんで、管理人として。なんで、ごめんなさい、長くなったけど、よろしくお願いします。では、今週のステッカー当選者は井上拓実さん、おめでとうございます。彼はですね、あの写真家としてもですね、東京で活動しているみたいなんで、ですね、すごいいい写真家みたいなんで、僕見せてもらったんですよ、ウェブサイトを見せてもらって、よかった。あのこの説明欄の一番下に載せておきます、フォトバイで載せておきます。じゃあフォトバイ、匠井上で載せておきますんで、タクミックスがいいのかな、きっとユーザー名は。なんで、井上匠さん、おめでとうございます。で皆さんですね、今週もそうなんですけど、来週再来週との、続いていきますので、ぜひぜひニッチーズ開拓していきましょう。では
時間やっぱ守るとやっぱいいっすね、バチッと。今週も最後まで皆さん僕の話に付き合ってくれてありがとうございます。ではまた来週の日曜日の夜8時に、あ、そう、来週ですね、8時じゃないんですよ。あの、なんでかっていうと、あれなんですよ、来週父の日なんですよ。父の日なんで、あの、飯食うんですよ、この時間飯食ってるんですよ、8時なんで、ちょっと早めにしようかなっていうふうに思っていますので、おそらく、恵比寿で飯食うんで、まあ、でもここ7時8時だから6時とか5時とか、ちょっとまだ Facebook で連絡しますんで、若干早くなります。8時じゃないんで、まあなんかポッドキャスト聞いてください、その後もし。なんでちょっとまだとりあえず時間帯については追って連絡いたしますのでよろしくお願いします。では、今週も最後まで皆さん僕の話に最後まで付き合ってくれて最後からですねありがとうございます。ではまた来週の日曜日のおそらく5時か6時にお会いしましょう。以上、アリケータによる TJM4.0 でした。じゃあまた。今週の TJM4.0 のポッドキャスト最後まで聞いてくれたニッチーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、誠にありがとうございます。お知らせです。今週の日曜日の Facebook ライブなんですけど5時にします。17時です。 JST ジャパンスタンダードタイムですかね、合ってますかね、から始めますので、お時間ある方はぜひぜひ Facebook ライブ楽しんでください。あれなんですよ、父の日ということなんで、8時ぐらいにお店を予約してるんで、8時からはね、毎週やってる8時の時間にぶち当たっぶちゃったぶたなんで、5時からでお願いします。でですね、あともう一つ最後に、シェアをしてくださった方、ポッドキャストでも、YouTube でも Facebook のでもどれでもいいんですけど、Facebook の僕のページのにメッセージください、シェアしましたと。それはお願いします。なんかツイッターとかでもですね、シェアしたんですけどどうすればいいですかと、まあ、僕がですね、そのアナウンス不足っていうのもあるんですけど、基本的に原則的にステッカーのやり取りをするときは全部、ま、一箇所にしておきたいので Facebook ページにメッセージをくださいということで、皆様よろしくお願いします。ではでは、また来週の TJM4.0 のポッドキャストでお会いしましょう。以上、アリケータでした。じゃあまた。